きってめっちゃ書いてあるやつが一番のね。うん、好き7個ぐらい書いてあるの、嫌い、気持ち悪いよね。ちゃんとした文章書けばよかったと思いました。次は5分おきなので35だからです。35からです。もう35でした。あ、35じゃない、34、35だよ。ね、思った大魔王のチェキってなんだ。え、書いたやつじゃん。書いたっけ。サンバみたいな衣装着てる。サンバみたいな衣装、サンバみたいな衣装なんじゃなくて、サンバみたいな衣装があるみたいです。SK にどういうことですか。サンバみたいな衣装あるよね。ないです。あるわ、サンバみたいな衣装。ありましたか、そんな衣装。あ、白雪の推し。あ、よかったじゃん。もっちチーズにコインって書いてある。もっちチーズだって。もっちチーズ。祈る。対戦したら二人っきりになる。ああ、二人になりたいみたいな。ああ、私だけですね。餅とチーズ美味しい。だって美味しいですね。え、鏡開きだっけ、したんだっけ。した？うん、したらしいです。お餅まだ食べてないんですよ、今年一個も。一個もは嘘だけど。嘘つき。なんかさ、わかります、あのこの鏡餅は食べてない。嘘ついた、この人。しゃぶしゃぶとかでさ、入ってるお餅は食べたことあるけど、ちゃんとしたの食べてない。食べたいです。あゆちもこれ絶対買って。いや、これじゃよかったね。に恵まれた。それで6だけ出したら面白いな。そんなヘマはしない。お雑煮は、お雑煮より普通に食べる方が好き。あ、でもお雑煮も好き。お餅好きです、結論。ゆち、こんばんは。こんばんは。明日はバズらせます、出演しない。だってしないです。前髪でさ、うん、前髪じゃない、息で前髪上げれる人、うん、できない。最近うちが見るドラマにさ、息で前髪上げるシーンがすごい出てくるの。怒ったらってふうみたいな。できる、やってみて。なんか何言っとんだこいつみたいな顔されました。悲しい。前髪がないだって。え、かわいそう。うん、あ、こ前髪なんか違う、悪意があって笑ってるんじゃない、前髪面白い。じゃあ、逆線が高くて面白い。前髪がない。うん、面白い、めっちゃ面白い。逆線が高いですね。前髪がないって。謝ってあげて。ごめん、申し訳ございませんでした。謝って、土下座させてください。今38分ですね。40分から。ゆうちゃん、お体の具合は。お腹すいたんだけど。お腹すきました。お腹すいた。ゆうち、ご飯食べよう、うん、待って、ゆうちゃん、あと1回すしない。40分から。手札がいいって油断して気づいたら8と2が残るだって。え、そう、一緒。夜ご飯食べてないよね、まだ。うん、お腹すきました。今日はこっちに、なんか今日はファンデーションを買いに行ったんですけど、こっちがなんていうの、ピンクベースのファンデーション
を塗って、こっちがイエローベースの、イエローベースじゃない、普通のなんかピンクベースのファンデーションとイエローベースのファンデーションみたいな分かれてるんですけど、なんか中間みたいな、中間ファンデーションみたいなあって、中間を塗ったんですよ。でどっち買おうみたいな、めっちゃずっと迷ってたけど全然分かんない、こっちがピンクでこっちが普通の、分かんなくない？つまらん話やな。じゃあ分かんないって聞いてるだけじゃん。もうつまらせてこっちゃった。あと20秒です。めっちゃうざいです。10 9 8 7 5 4 2 1 8。こっちゃんの話は全部楽しいようだって。好き、優しいじゃん。お、ゆっちのときめき持ってる人と、あ、ゆっち推し2人いる。よかったね。ゆっち推しじゃ、ゆっち推し、ゆっち推しじゃない、こっちゃんの、私だ、こっちゃん、こっちゃん、パンちゃん見習い、パンちゃん見習いだ。かわいそう、大貧民だよ。ジョーカーあげなよ。頑張ろうね。ジョーカーあげなよ。なんでジョーカーあげなって、かわいそう。わ、かわいそう、かわいそうです、この人。なんでゆっち、ゆっちーずとこっちーずには、こっちーずって何、ゆっちーずとこっちーずには忖度しないからさ。かわいそう、ジョーカーあげなよ。にーって全部出そうかな。え、バカにして絶対。嘘だわ。あ、革命されちゃったよ。革命返しするぞ。じゃあまず弱いやつを出してから革命返しするしかないよ。あ、でもこの人もなんか全部持ってってるし。あ、じゃあこれを出すんだよ。そしたらもう一発で勝、勝ち。賛同して。でもね、革命出したのね、ユッチーズ、ユッチを応援してくれてる人なんだ。申し訳ないよね。革命返し。ごめんね、革命返しします。じゃじゃん。5個だよね。勝ちじゃん。勝ち切りして大富豪。でガキつかみたい。見て、ガキつか最初から見てないな。絶対さ、最後までなんか見切れたことがない。わかる。多分絶対どっかを見てないんだよね。いやいや、見切れたことある、ゆっちは。そう、どっかを見てないの。うちぐーたらしてたら太った。だってもう明日まんまる子。面白い服だね。面白い服でしょ。こっちゃんの服、ゆっちの服も可愛いんですよ、見てください。え、ガキつか見切れ、全部見たことありますか？なんか飛ばしちゃうし、飛ばしちゃうな。なんかこれ気持ち悪くないな。ゆうち今気づいたんだけど、なんか絵柄キモくない？え、キモいね。あれ、なんかキモくない？キモいわそれね。足どうなってるんだこれ。ゆうちこれさ、可愛いと思ってさ、ちょっとこっちにも見せてあげて。え、めちゃくちゃ可愛いと思ってさ、一目惚れしてさ、この間買ったんだけど、お正月。キモいね。え、なんかキモいね。でもね、ここ蛍光ですごい可愛いんですよ。後ろが45分まであと2分。そうだ、アンガールズの田中みたいだって。え、どっち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 、あ、そういうことか。びっくりした、顔だと思って。初めて言われたって思った。いや、それはゆっちも言われたことない。初めて言われた。そこで
あんま似てるって言われないな。あと5秒、4321。あ、待って、今何時？わ、今何時？9時45分です。あ、知らん雪の推し。いだ。いだ、いだ、いだ、いだ。なんか私を推してくださってる方の名前、ほとんどなんか大富豪のさランキングとか見てさ、頑張ってさ、みんなの名前覚えてるんだけどさ、あれこんな人いたっけみたいなさ、あの初めて聞く名前の方がどんどん増えてきて、なんかいつの間にかユッチーズにユッチーズが増えてるのかなと思って、なんかすごい嬉しくて、何が言いたいかっていうと、ありがとうございます。伝わった？うん、伝わなかったらしい。今日から出されたら出せないよね。出す？うん。こっちゃん絶対下手くそそう。下手でしょ。うん。下手だよね。知ってる？ゆっちはこっちゃんが下手なの。ふよんよん。ゆっち僕のこと覚えてくれた。もちろん。こっちゃんの勝ちでさ、これゆちがさ買ったのにさ、いやゆち買ってなくて、もうママのお金なんですけど、ゆちがゆちが買ったのになんかこっちゃんがめっちゃ使ってて、一回も使ってないんですよ。これ出してもいいかな？いいよ。にゃ、時間はまだあるよ。反則負けするなよ。ジョーカー出さないでね。よし、大富豪だ。パチ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 。あ、見てなかった？スタンプ連打した。どれも。ねえ、めっちゃうざい行為だからやめて。これ、ね、これじゃあこれはユッチーズ応援してるからいいんで。あ、そうなの、うん。あ、返してくれてるよ、いっぱい。菅原麻也たん推しさんが。菅原麻也たん推しって名前だけど、名前はあやはーだよ。いやいやいや、そういう名前なんじゃないの？どういうこと？こっちゃんは何が良かったの？あれだと思った、あやはーちゃんのことだと思った。あやはーって誰だね。あやはー、ゆっち知らない、かぶってない。かぶってないんだ。うん、わ、じゃ鼻なんかもう寒すぎてさ、外が、鼻の下がさ、わかる？寒いとさ痛くなら、鼻の下。うん、家にずっとこもってたから知らない。外寒いですね、皆さん。ダメだ、もうゆうちこの手をさ外したらさ、もうまん丸だからさ外せないんですよ。似てねえな、似てねえな。宇宙人似合ってるね、ありがとう。イエイ。ペヤング食べてこようだってね、お腹すいた。こっちだけ発想。お腹すいたです。よかった、人差し指だった。あ？なんかさ、もうさ、どの指かが分かんなくなってきてさ、今自分分かんなくなってきちゃう。あ、中指さんだと思ってた、うんうん、50分まであと25秒。人差し指だよ。お腹すいた。
影でうまく隠れてる。動画審査中だった。そう、めっちゃ時間かかってる今回。今回ね、なんかダンスの動画いつも時間かかるんですけど、みんな今回はベッドしてる。今回も普通にいつもと同じ感じの動画なんですけど、めっちゃ時間かかってる。審査厳しいんですよ。2020年から厳しくなったのかな。それか2020年の最初がお正月休みだったから、で2019年の時点でもう完成してて送ったんですけど、白雪の推しがありました。めっちゃかかってます、とりあえず時間が。だからもうちょっと待ってください。お正月休んでる、お正月休みだったのかな、多分いろんな会社の人たちが。でそれからだからちょっと時間がかかってるよみたいな感じだと思われます。わかんないけど。23時過ぎ配信と思ってる人いるよね、いるよね。どうしよう、こっちゃん、うちまだメール送れてない。メール送りよ。あ、岩佐さんから LINE 来た。やっほーやっほーやっほー。そう、うん、結構初期の頃から猫の写真とかめっちゃ来る。やっほー、猫の写真ですね、ほぼほぼ。体調大丈夫？かわいい、かわいいよね。ララ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 ラ、ないんですよ。あーでもうんって感じ。うん、うん、くそダメでした。